上野実のがお送りする、ウルトラボックス。はい、最近ですね、ちょくちょくライブ配信を試みているんですけれども、そこであの、時をかける少女についてちらっと話したんですね。大林信彦監督の尾道三部作と言われる作品がありまして、1982年の転校生、1983年の時をかける少女、 1985年の寂しん坊。まあ、この3つがありまして、で、いずれもあの、広島県尾道市を舞台にしているものとなります。で、えー、尾道が、あの、入り組んだ地形といいますか、あの、それを活かした描写がたびたびあって、あの、急な坂を自転車で駆け降りたりとか、あと、狭い石の階段を通学路で使ったりとか、 あとあれ何て言うんですかねこう自転車ごと乗れる船みたいなのがあるんですよ寂しい帽で出てくるんですけど尾道っていうかその広島ってなんか島がいろいろあるっぽくてでその島と島をつなぐ交通手段としてその自転車ごと乗れる船があるんですよちょっと何言ってんのって感じかもしれないんですけどあの実際の描写としてあったのはえー 通学をする際に自転車で家を出ますと。で、その自転車のまんま船に乗って、停留所から学校までを自転車で向かうみたいな、まあそういうシーンがありました。はい。気になる方はぜひ寂しい棒をご覧になってください。で、まあ、小道三部作はいずれも主演が小見のりさんっていう方が、はい、やられていて、 でも、この頃のおみさんが何て言うんですかね、こう、ぼやーっとした顔をしているというか、まあ、いかにも等身大の10代の男の子っていう感じで良かったんですよね。で、ヒロインはそれぞれ違って、えー、転校生が小林さと美さんで、時計をかける少女が原田智世さんで、寂しん坊が、えー、富田康子さんでしたね。でね、このね、寂しん坊の富田康子さんがマジで可愛いんですよ。 以前あの、菊池桃子さんを紹介した時も同じだったんですけど、私はあの、可愛いものを前にした時に語彙力を失っている気がしていて、はい。とにかく、可愛いんです。本当はい。でね、この、富田悦子さんを演じる、ゆり子っていう女の子が、なんかその、事情を抱えた設定なんだと思うんですけど、こうどこか悲しげというか寂しげで、まあそこを含めて、寂しん坊なのかなって思ってます。はい。で、お察しの通り私、 あの、個人的に三部作の中では、寂しん坊が一番おすすめです。で、時をかける少女に関しては、まあ、一番知ってる人が多いんじゃないかなと思います。まあ、この間話していてちょっと気になったのが、時をかける少女という名前の作品がよく考えたら三つぐらいあるんじゃないかって思ってて、で、えー、一つが、このあの1983年の大林監督の時をかける少女。 で、二つ目が2006年の細田守監督のアニメ映画の時をかける少女。で、三つ目が2010年の中リーサさんが主演の実写映画の時をかける少女の三つ。やっぱ調べたらあったんですよね。 で、まあ、この間話してて、あれって思ったのが、2010年の作品は、その深町くんとか、その83年と同じ登場人物が出てくるんで、ああ、繋がりあんだなってわかるんですけど、2006年の作品って全く関係ない設定だったりとか、その登場人物だったりするんですね。で、もともとこの時をかける少女っていうのが、あの、筒井康隆さんの小説がもともとある、まあ、それをベースにしているもので、 で、それを実写化したのが1983年の時をかける少女。で、えー、っと、主人公の吉山和子っていう子がいるんですけど、その子の名誉を主人公として登場させたのが2006年の作品で、で、2010年の実写の映画は吉山和子の娘が主人公として描かれていた作品だったと。 いうことでしたなので結論いずれも、えー、小説の設定を引き継いでいいでたととうことが分かりましたなんかどうしても2006年の作品って吉山和子があの美術館で働いてるって設定なんで和子が薬学を志したって元々のストーリーからかり離しちゃっているんですよ。っていう点でもねなかなかつながっている感じが見いだせなかったんですよね。 この度ね、調べたことで、モヤモヤを解消できてよかったです。逆にね、個人的にないわって思ったのが、あの、2010年の時をかける少女に、え、生き物がかりの曲が使われていたことです。あの、最近というか、ちょい前の青春映画って、なんか何かにつけて生き物がかりだったような、 印象、まあ、偏見かもしれないんですけど。もしくは、えー、小林武史プロデュースのバックナンバーのなんかなんかが使われてたみたいな、なんかそんな印象を持っています。あの、正直音楽なんてね、あの、映画の最後に使われる程度なので、気にしなきゃいいんですけど、その、国内のエンタメ作品ってその味をしめると同じ人ばっか使うっていうのがちょっと気になってて、あの、単純接触 効果という言葉があってですね。なんか、接触機会が増えれば、好意や好感が高まるっていうものなんですけど、エンタメだけで言えばですよ、またお前かみたいな逆効果をもたらしている気がしてならなくって、あの、一時期の合力あさんが、あの、ご利しとか言われていたのも、なんか同意法に単純接触しすぎだったんじゃないかなと。それがいけなかったんじゃないかなと思ってます。 はい。で、まあ、生き物がかりでまたかって一番思ったのは、あの、100日後に死ぬワニの100日目で待ってましたかと言わんばかりにコラボムービーが出ていた件ですね。まあ、そこにも出てくるかと。キティちゃん並みに仕事選ばないなと思っちゃいましたよね。まあ、そんな話はさておき、えー、尾道オ3部作、あの、今見ても十分面白い作品なので、なんか映画でも見てみようかなって思ったら、ぜひご検討ください。 あの、時をかける少女の原田智代さんもめちゃくちゃ可愛いんですよ。あの、増えのがめちゃ可愛いしか言えない時は、まあ、大体可愛いとさせてください。はい。で、ここまで来て、小林さと美さんに一切触れないのはなんか失礼な気がしてならないので申し上げると、小林さと美さんはですね、あの、男の子と体が入れ替わっちゃったっていう設定で演技されてるんですよ。あの、小林さと美、転校生で画像検索したら、ひょっとしたら出てくるかもしれないんですけど、 そこまでやるってほどに体張ってるんですよ。しかも当時16歳で、しかもこの作品が初主演で初映画っていうからさらに驚きなんですよね。まあそれを踏まえてみるともう感心するばかりの作品でございます。というわけで今回は大林信彦監督の尾道三部作に関するお話でした。お相手は私、笛の実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。